今日も元気に姫路城、マリリンです。そして今日はですね、はい、初めましての方が2人いるんですけども、はい、どうもみなさん、イヨキヨです。緊張してしまう。同じくクラッシュライドで実況しております。どうぞ、どうぞ。あー今日私は初めてね、クラッシュロワイヤルというゲームをやるんですけれども、初めて1週間経ってないので、皆さんも知らないと思うので、お二方に説明してもらって楽しく楽しく楽しくやりましょう。楽しく、いい話があるの。緊張しすぎて自分のチャンネルなのにすごい誰だよ感がなんかいつも敬語とか使わないのになんとか言いますクラッシュロワイヤルっていうのは、世界中のプレイヤーと1対1でリアルタイムに戦うんですよ。なんで、なんていうんですかね、世界中のみんなとこうじゃんけんできるよ。じゃんけん、わかるわかるわかる。バトルデッキって言って、カードみたいな感じでキャラクターをこう組み合わせて、なんか相手の城を攻めるみたいな。あ、キュウペさん、詳しい詳しい。勝負するのは世界に散らばるプレイヤー言語関係なしの頭脳と頭脳の競い合いクラッシュロワイヤル。キュウペさん、読んでます。対戦していこうと思うんですが、はい、このゲーム1対1でバトルするゲームじゃないですか。はいはいはい、そうなんですよ。これ7月中限定の1ヶ月で協力バトルですよね。2対2で戦えるっていうまあキャンペーンみたいな、はい、友達同士とか、キャンペーンをねちょっとやっちゃおうかなと。ああ、そういうことでございます。女子チームと男子チーム。おお、いいんですか、こっちで。最強ですよ、僕たち。いやー、そんなこちらも潜在能力あるかもしれない。確かにそうですよ。で、私はね、用意したんですよ。怖い怖い怖い。マッチゲームを用意しました。私たちが勝ったら、ユキオさんとトズルさんに助走をね、助走？それ誰が得するんですか、それは。僕たちが勝ったらどうなんですか。確かに勝ったら、一応ね、断層を用意してるんですけど。お二方が断層。いや、でも着ないよ、着ないよね。ハンディキャップ。ああ、やっぱそういうの、ハンディ的な。ちなみにどんなハンディなんですかね。バトルデッキはね、ちょっと小細工かけて、小細工こう、できるのも罠がかかってるわけ。なるほど。ということでね、みんなのデッキを紹介していきたいと思います。はい。まず私がこのデッキでいきます。いろんな攻めよう、ちっちゃいデッキを攻める、とりあえず攻めるでかいやつが、まあ一人ぐらい。ずんずんですね。私のデッキは結構普段このデッキを使ってて、あ、そうなの。あ、でもちょっとそれに変えて、まあちょっと魔法チックなことをしてみたい。魔法チック。タイのデッキは私たちはもう勝手に決めてる。うわー、出た、これがなんでね、さっき。こういうことですね、こういうことです。決まってんだ、デッキ。どんなデッキですか、ちなみに。うわ、これ何ですか、何ですか、これ。デッキ見て笑うって相当さ、痩せてるね。これ負けられないですね、これは。俺が勝ちましょう。行く、頑張ろう。よし、頑張ろう。よろしく。可愛らしい。勝ちましょう。オッケー。じゃあ、中心。いや、オッケー。よっしゃ。あー、それが大きいの。墓石、あー、これか。あ、待って。空きつい。空で、空で攻めない。やばいやばい、待っちゃう、待っちゃう。どうしようかな、どうしようかな、これ。わちゃわちゃ処理します。おお、やばい。これベビードラゴンどうやって処理します。ナイスナイスナイス。はいはいはい、オッケーオッケー。よしよし、これは縦線で囲む。なるほど。よし、今のやばいやばい、今の良くないか、この人たち。いや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 、大きさがね、想定外。よしよし、想定外。よし、いいよ。よし、こうやってまとめて。よっしゃ、いいぞ、いいぞ。おー、
よろしく来た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 うまいうまいうまい。よしよし。左攻めていきますよろしく。吹きや。左行きましょうか。左は右。え、どっち左行きましょうか。左攻めまくり事件部でいきましょう。あ、来た来た。どうしようかな。ベビドラ。あ、ベビドラ。ちょっとやばい。これは嫌ですね。はいはいはい。これでしょ。ポンってやって。あ、やばいやばい。こう守って。オッケーオッケー。守った。でも大丈夫。まあ、ベビドラで。これでどうしようこれどうしようちょっとベビドラどうしようベビドラどうしようベビドラどうしようどうしてどうして入ったあ、いいよあ、うまいめっちゃうまい本当ですか本当ですかやってますそれからみんなこれはみんなちょっとみんなちょっとあ、みんなさんも強いなうまいなデッキの組み方がうまいあらあらあらサプリン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 スパーキー後ろから来てるやばい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 よし、待って、待って待って水スパーキーやばい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 あ、バレるのやばいバレるまいバレるまいやば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 いオーケーオーケーもうちょっともうコンディアルめっちゃ強い危なっ最後やばい最後やばいもうあれ泣くよねいや悔しい悔しい今日はこれで終わりにしたいとイエーイもえりん二人を呼びますか呼びますかドズルさんキョキョさんおお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 すごいかっこいいすごいかっこよすげえいやめっちゃ似合ってるなんかすごい今日幸せですね幸せですというわけでじゃあ今日はこれで終わりになるんですけれども、うん、なんかあれですよね告知があるあそうですね、私たち今日はクラロワ宣伝大使として、うんね、あの来させていただいたんですけれどもクラロワ7月いっぱい2対2の協力バトルができるということで、はい、ぜひとも皆さんこのタイミングでダウンロードよろしくお願いいたしますいっぱいねお友達同士でプレイしたりよろしくお願いいたしますでさらにですね、はい今回特別に iTunes カードのプレゼント企画もわお嬉しい、はい、いい話ありがとうございます10名様にプレゼントしたいと思いますので、うん、下の概要欄にあの詳細ありますのでよろしくお願いいたします、うん、お願いしますはい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございましたぜひいいねとチャンネル登録よろしくお願いしますそれから3人のチャンネルは下の概要欄にあるのでぜひチェッケラーチェッケラー新しいで、ですねこれ実は前半で後半があるので後半はなんと萌凛チャンネルの方にあるので、はい、ぜひご覧になってみてくださいお願いしますそれではバイバーイ萌凛愛してるよ俺も愛してるよもう一回でさ愛してるゲームじゃないんだよこれは本気なんだよ本気なんだよこれはやばい私が照れちゃった